ギョーリ、止まっちゃダメ、走って。もう無理。サラ、あいつらまだ追ってきてる？まだいる。だから止まらないで。ギョーリ、空の光を見て。あれは流れ星。星が私たちを照らしてるの。あれに願えば自由になれる。みんな逃げられる。みんな自由を手に入れて、それを他のクールにも分けられるの。だから早く、私たちなら逃げられる。うおギョーリ、一緒に逃げよう。どこに向かってるのかもわからないまま、私たちは走って走って走り続けた。そして両軍の追跡から逃れられたと思った時、空を飛ぶ女性、一人の運気軍に出会ったの。それで貴様の希望は叶ったのか。残念ながらクールーの仲間たちを解放しようと彼女を連れて故郷に戻った時、そこに残されていたのは大地に開いた底の見えない大きな穴だけだった。それから私は運気軍の仲間と光の軌道を何度も追いかけ、その光が落ちるところを数えきれないほど目撃した。そして少しずつ理解していったの。あれは願いを乗せた流れ星なんかじゃない。あの荒野の出現は救いようのない世界と無数の世界の消滅を意味してるんだってね。私は天球の神に祈ったわ。もう流れ星が落ちるところを見せないでって。でも神は答えてくれなかった。